はい、どうも皆さん、こんにちは。リリースタイルのリリーです。今日はですね、一つ知っておいて得をする、小技情報ということで、ご紹介をさせていただきたいと思います。今日何の小技なのかっていうと、ボタン配置、前動画でちょっと僕こうしてますよっていうお話をさせていただいたんですけど、このナイフボタンって皆さんお使いですかね？これって、例えば仮にサブ武器にナイフを持っていなかったとして、スナイパーとかで、サブ武器を拳銃というか、に設定したとしていたとしても、例えば敵を探してる中で、パッと入ってパッと見た時にいたとするじゃないですか。で、これちょっと離れてると出てこないんですけど、近くなるとこれナイフボタンが、今、エイムの左下のところに、なんかマーク出てますよね。これを押すと、ナイフが出ちゃうんですよね。出ちゃうというか、銃とかを持ってるにしても、これを押すと、キルすることができます。だから、結構、なんか索敵してる中で、いきなり突然、出会ってしまうことってあるじゃないですか。こういう場合、かなり、今、例えばスナイパーを持ってるときって負けちゃいますよね。照準合わせて撃つまでに時間がかかっちゃうんで、そういうときに、このナイフを押してしまうと、それはワンプッシュだけで、キルができてしまうと。で、これって、なかなかもう索敵をしてて、もう本当、一瞬の出来事なので、これに合わせて反応するのってかなり難しいんですよ。それを、今回は、かなり活用する方法っていうのをご紹介させていただきたいと思うんですね。で、まあ、一番、いろいろ考えてたりとか、動画で前見させてもらってたんですけど、上手い人って結構、この設定の中で、これを、もう、射撃ボタンのところに乗しちゃってるんですよね。かつ、サイズをもう最大にしてしまって、もう近づいた時これしか押せない。まあ、これちょっとさすがにでかすぎかもしれないですけど、どれぐらいかな。通常の射撃ボタンよりもちょっと大きくするぐらいかな。もうこれを押すしかない状況に無理やり持っていくっていうか。なんかうまいぐらいのでかさにならないけど、まあこうして、まあ例えばこうしておくと、もうなんか結構、いきなり見つけちゃった時ってうわーってなって撃っちゃいますよね。撃つけど全然当たらないというか、そうするときに、もうこれ使える瞬間でナイフが出る、もうナイフが出る、うわーって撃ってる時に、ついでにナイフが出てくれるんで、重ね合わせるっていうのはかなり効果的なのかなというところですね。こうパッと、こういう感じで、重なり合ってる時に、今こう、エイムを合わせることなく、ナイフが使えるところでは、ナイフでキルしましたよね。これを知ってるか知ってないかっていうのはかなりね、まあ、そんなに頻繁に使うことないかもしれないんですけど、いざという時にね、変わってくるんで、まあ、知っておいて損はないのかなというところで、最近はもう重ねておくような感じにしています。こんな感じですね。なので、まあそうですね。結構もう、とつっちゃう時とかにも使えますよね、多分。わざわざ武器変えて、結構ね、移動速度上がるんで、僕は、サブ武器はこのナイフにしてるんですけど、結構もう、スナイパーを持ってるけども、近くに敵いるな、違う方を見てるな、相手っていう時とか、そういう時とかはね、もうとつっちゃって、この射撃ボタンを押してしまうっていうので、全然いいのかなと思いますね。
こっちだ。こっちか。どこにいるんだ。はい、いた。結構、まあ、あそこに敵がいると違うところに撃ってるというところで、こんな感じでもう、いきなりをキルする。とつるときとかにもね、使えるんで、結構いいかもしんないですよね。うん。あんまりね、とっさにエイムボタン、いつも普段使わないところに配置していても、なかなかね、被った時とかに使えないんですよね。だから、そういう時はね、いつも使ってるボタンの上に重ねてあげるということをするだけで、まあ、ワンキル稼げる時に稼げる。かもしれないかなというところですね。なのでぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。ということで今日は短いですけども、ナイフボタンの置き配置場所について、まあ、講座のご紹介をさせていただきました。はい、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。